坊ちゃん、坊ちゃん。いや、キヨさん、ありがとう。ありがとう。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。お願いいたします。いや、わざわざありがとう。土地は別のおかげも。シンガポール出てからちょっといられます。それはそれは、大御所よろしい。どう、どう。ねえ、清瀬君、とにかく早く米の飯を食いたいですね。米の飯ですか。おいしいおしんこもお酒も用意してございますよ。おお、それじゃまるで無電で注文したようですね。はは、以心伝心ってことがございますからね。おかげさまで私も今度東京の方へ帰らせてもらえるようになりましてね。一緒にですか。ああ、同じ船になるだろうと思いますが。ああ、そりゃよかった。あなたの上海詰めも相当長かったから。はいよ、お父さんのおかげでやっと東京の空気がするようになりましてね。さあ、こちらが松下の筆山君、こちらが会計の林君です。どうぞ。どうぞよろしく。いや、社長さんの。おばさん指示伺っております。フランスで劇団研究なさっていらしたんで。ずいぶん長いことご研究なさっていらしたそうで。いや、いい加減なもんですよ。で、商売の方はうまくいってんですか。ああ、ただいま主に生糸を扱っていますが、成績はそう悪い方ではございません。何しろ品は広いございますからね。それだけに骨が折れるでしょう。いや、みんな一生懸命やってくれますんで。あ、実はキャバレーの方へ電話いたしましたら、ちょうどいい席が空いてますそうです。お、それは手回しがよかったね。時間もちょうどこの間と思いますが。パリのご覧になったら、あるいは子供騙しかもしれませんが、まあ上海では一流だという評判ですが。いや、上海は上海のカラーがあっていいです。局長のお祝いと支店長の送別を兼ねて一席愉快にやろうと思いましたもんですから。じゃあ早速連れてっていただきましょうか。君くないか。劇でもやってみたいと思うんですが、今夜は非常に参考になりました。それを伺って私どもも安心いたしました。いや、お祝いに一杯。あ、ありがとう。清瀬さんにもいろいろとお世話になりましたね。感謝のために一杯。そうですか。それは支店長、上海最後の夜のために一杯行こう。いや、僕こそ帰って諸君に世話になったよ。とんでもない。東京に帰ったやつさ。いや、君たちは上海がいいよ。不告诉我认识你，是不是？是不是？不是，因为我很忙的，没见你们的功夫。我们你也还是到东京去看看您吧，我们带去可以吗？可以。我因为帮妈妈的事情，
何で帰って15分以来。白子は増えてなもんで、はっきり分かりませんが、早く帰ってちょうだいなって言ってるんでしょう。情緒てんべんですな。いいか、ちょっと、京都君、遠慮なくと。どうです皆様とご一緒に縁を共にしようじゃありませんか。ああ、そうですか。じゃあ、次だ。はや。どうしんな。どうしよ。わちやね。ああ、あつみ。ああ、あつみ。How do you do? How do you do?Please sit down. Oh, no, please. What? Pardon? Well, well, well. はあ、いや揺れるときは酒で酔っぱいしちゃった方がいいんですよ。横になった方がいいんじゃないか。いや大丈夫です。遠慮なく。これ横になった方がいい。いや。いやこういうときは酒ですな。大丈夫かい君。いやちょっと簡単に話します。大丈夫かい君。そうですか。難破船があるのか。もし難破船があるんですか。ええ。大丈夫ですよね、この船。どこでやられてるんですか。この位置から南東約350キロ辺です。貨物船ですよ。聞いてもするんだったはずです。そりゃあ、えらいことになりましたな。もう親父の耳に入ったでしょうか。自然の力には勝てませんからな。乗組員たちはどうなったでしょう。はあ、念のために本船無事にしましょう。乗ってる船に発見されるなんて
やっぱり因縁というもんかな。哲也さんも気をもんでらっしゃるでしょうに。そうだったら頼もしいんだが、天で親の商売なんざ考えても見ないやつだから困るよ。でも今度のご気象は演劇方面じゃかなりな期待ですし、うん、どうだか。それどころか店は生優しい損害じゃないぞ君。その辺の手抜かりはバンバンございません。保険のことか。さようです。評価の3倍もつけてございますし、取引以上の儲けです。君にあってはかなわんな。社長の押し込みも10年以上になりますものな。もう10年も経ったら俺の商売がたきか。とんでもないこと。お茶を召し。ああ、やっぱり畳はいいな。さあでございましょうか。どいち、座ることも寝転ぶこともできんだからありがたいよ。そりゃ畳の上でお前になったんでございます、ね、いや、僕は病院のベッドの上だって言ってたよ。え、さあでございますか。あら、あれはお兄様の方がお離れでお前になったんでございます。兄さん、入ってもいいかい。ああ、入っといてよ。勉強の邪魔じゃなかった。うん、お土産の本早速読んだんだが、大変勉強になったよ。ああ、もう読んじゃったの。なんて言ったってフランスは人類学の先進国だからな。そりゃ良かったですね。これをゆっくり読めると思うと嬉しいよ。じゃあ僕のフランス籍もまんざら無駄じゃなかったね。無駄どころか、お前の演劇研究だってこれからどんな波紋を起こすかわからないよね。兄さんもなかなかお世辞がうまくなったね。何しろカルチェラタンの本屋って本屋、それからセーヌ川の古本屋まで足を棒にして探し回ったんだぜ。本当にいいお土産だった。ああ、ずいぶん本が増えたね。僕たちのことお父さんもうすっかり諦めてるらしいね。もう昔ほど愚痴もこぼさなくなったよ。学者に演出家が、もう一人弟がいたらお父さんの後を継げるんだろうな。その弟も別な道行ったってね。いや、俺は命令するよ。お父さんが命令したって僕たちは聞かなかったじゃないか。誰だい。だいぶ仲良く話し込んどるな。俺の部屋へ来ないか。お茶は入れさせてあるんだぞ。ええ、これか、都会本というのは。5000フランス。実はな、藤村からお前の話が出たんだが。藤村さんから。お前、あの男がやってるレビューについて何か話し合ったことはあるかい。ええ、ちょっと演出のことについて生意気言っちゃったんですよ。いや、なかなか感心しとったよ。まんざらお世辞ばかりでもあるまいと思うんだが、次の公演からぜひ演出の方をやってもらいたいと言うんだよ。だって僕のはレビューの演出が専門じゃないんだからな。頼んできとるんだからやったらどうだな。大体あの劇場には相当資本もつぎ込んでるし、お前に言ってもらうとわしとしても張り合いがあるんだ。ええ、まあ早い話が、いやいや出した金が初めて生きてくるというわけだ。どうだろう。せっかくの才能は寝かしとくよりはマシと思うけど。そうだ、乗り出してみんか。え、やってみなさい。フランス仕込みの腕を振るってやってみなさい。徹夜、引き受けたらどうだ。
ません。よく見えますよ。君どう？あ、僕いいです。今度の飲み込みは絶対自信があります。ご覧なさい、今日の入りを決してご損をかけてるわけありませんから。で、この次の幕のは日本なんです。お宅の達也さんの演出なんです。どうだか危ないもんだな。あ、マスケ、張り切ってんだね。だって、お入りなんですもん。レスなっちゃうわ。いや、今日はあなたまで忙しそうですね。ゆっくり見舞させてもらいます。おい、ぜひこう。お前、こんなところにうろうろしないで、こっち行って岡倉さんのお相手をしなきゃダメじゃないか。あの方なら、茂がお相手してますわ。うん、ね、有力小説ね、終わったら、ね、安定です。そしたら、きっかけ教えたって。土屋さん、ご紹介になりますわ。今日お見えになりませんの。兄貴ですか。僕の買ってきた本にかじりついてて一本も一応出ないんですよ。まあ、あなたのデビューだという計算の方ね。変わり者ですからね。それともあなたの詰め方があるのかな。嫌なThank you.
ってもいいわね。きっと大成功よ。そりゃそうよ。この小屋始まってるの豪華版なんですね。そう、これが当たんないようだったら演出着陸振った方がいいわね。え、おい、なんてライトのかけ方なんだ。緊張したまえ。すいません。そう簡単に言わないでちょうだい。どうして？美代子さん、私の妹なんですもん。え、妹？中学校1年下の後輩でとっても仲良くしてたの。ああ何バイバイしてんだ。ここです。受けてますな。これもなかなか面白いね。うん、3話としても素晴らしいんだよ。お宝くて。例のお嬢さん、またおいでなすったね。そうよ。どうして今日いらっしゃいませんでしたの？どこへ？徹夜さんの舞台よ。ああ、そうでしたね。とっても成功でしたのよ。そう。ひどい方。冷淡すぎると思わない？徹夜さんだってどんなに張り合いがあったか知れないじゃないの。それを言いに来たんですか。そういったら悪かった。あなたが学問に熱中なさってることは私好き。それは尊敬してるわ。ありがとう。冗談じゃないの。せめて憎しみだけは当たり前の人になってもらいたいの。そう贅沢な注文じゃないと思うわ。また常識論が始まりましたね。それが根本じゃないの。学問が人類のためだとおっしゃるけど、現在生きていく人間の気持ちも分かんないようじゃ頼りないわ。これ西ゴビから掘り出された女なんですけどね。まあまあ昔からおしゃべりでしてね。私どうせおしゃべりよ。あなたはいつも私のことを別に者だとおっしゃるけど、
これが黙っていられると思いになりまして。なんだい。一体時子はどこ行ってるんです。時子は知りません。あなたが甘いからでございますわよ。もしものことがあったら岡村さんに対してだって申し訳ないじゃございません。あなた婦人教風会の幹事としてもあまり娘に勝手な真似はさせられませんからね。女子大ので出ておきながらまるで子供のように跳ね回ってばかりいて、それをほっとくあなたもあなたでございますわ。大体あなたは、あなた、ちょっと。うるさい。大体あなたは女のことって言うとだらしがなさすぎますわ。レビューをお始めになったのも、結局は若女の好きな証拠です。いいお年を召して。バカ、投資家はまた下がった。え？あなた、時子をどうするんですよ。知らないってば。子供の教育があなたがしたらどうだ。まあ、そんなお考えだったんですか。いや、そんなお考えもこんなお考えもないよ。私は商売が忙しいんだから、せめてうちに帰ってきた時だけぐらい頭を休ませてください。それじゃあ、あなた子供に対してあまり無責任じゃございませんか。直接の責任者はあなたじゃないか。聞くや、ちょっと来ない。大輝の写真もらってきたんだぜ。あ、そうですか。ほら、サインチキだぜ。あ、すいません。まあ、いいわ。あの、あれからカチューシャどうなりましたの。あ、あれからカチューシャはね、16になったんだ。そしてね、その初夏の頃ね、ネフリルドフがおばさんの家へ遊びに来たんだ。こう、ちょうどね、庭にはね、ライラックの花がこういっぱい咲き乱れているんだ。ライラックってどんな花です。え、そのね、ライラックってこう、とてもね、こう綺麗なね、白い花なんだね。そこでね、みんながね、鬼ごっこしたの。するとね、ネフリルドフとね、カチューシャのね、二人がね、偶然こうね、同じこの草むらの中にね、こう隠れるようなことになってしまったんだね。それとね、向こうからなんだか花の匂いがするようですわ。そしてね、あら、お嬢様の帰りですわ。お帰り、遊ばせ。時子、時子や、ちょいと話があるのよ。ええ、今行くわよ。しょうのない人だね。あ、行くよ。旦那様ご指名があるんだ。来たしとくれ。もうじきご飯なんだぜ。元気で行こうよ。ダメじゃないか、君、下の子出して。ほらほら、ダメじゃない。おはようございます。おはよう。おはようございます。いつも下を出すって。そうじゃないか。だって、開幕に間に合えばいいと思って。何？稽古を見ないでライトもかけられると思うか。あ、バイバイしないで、続けて続けて。お、バイバイ。おい。この仕事は義務だけではできないんだぞ。熱と力なんだ。電話してみたい。さあ、やったやった。シバリエだってマクドナルドだって一夜漬けのスターじゃなかったんだぜ。さあ、やったやった。君までぼやいしたんじゃダメじゃないか。え？
原さん。どうぞ。どうぞ、どうぞ。ちょっと君。あ？何か。経費の問題なんじゃない。あ。今度の、どのくらいかかると思うんだろう。それをご覧になれば。あ、見た。いかがですか。少し光りすぎるように思うんだけども、なんとか減らしてもらえんかね。それは困ります。いや、今もだって評判がいいから、仕込みを取り戻すだけの入りがないんだ。万一お礼が火を出してしまった。しかし、いや、わかった。わしは儲けるためにこの仕事をやってるんだ。そうが、僕は責任を負わされている以上、できるだけ良心的にやりたいんです。うん、良心的ものも結構さ。だがね、社長さん、平川町の岡倉様からお電話。あ、岡倉さんが。あ、そう。存じます。大変即刻参上いたします。は。じゃあ待ってるよ。おい清彦、お前のおかげでまたつまらん金を使わされそうだよ。すみません。で、名前は何て言ったっけ？娘さんの。わからない、お父さんだな。何遍も言ってるじゃありませんか。トキコさんってんですよ、トキコさん。トキコ、トキコ。いいのだな。なかなかいい娘さんだそうじゃないか。ご子息さんのお目当てにかなったのがどうも不思議なくらいでございまして。謙遜せんでもいい。いえ、とんでもない。たびたび申し上げました、例の軍資金のことでございますけれども。あの金かい？君んどこの劇場もなかなか当たってるそうじゃないか。ただし採算の取れないもんでして、私も蓋を開けて驚いてるような始末なんでございます。まさか。いえ、本当に岡倉さんだから申し上げるんでございますよ。そうかね。商売にならんというのかね。人件費や仕込みに案外かかりすぎましてね。本当かね。はやだな。もう私といたしましては、例の電気鉄道敷設の権利賠償の方をつけませんければ、はあ、もう安心ができません。うん、いかがでございましょう。ぜひご投資を願いたいのでございますが、うん、そうなりますれば買収費以外各方面にもいろいろいりますし、私一人の力じゃどうにもならないのでございます。うん、そりゃそうだろう。いかがです。誰かお呼び出しましょうか。今日はいかん。用があったらまた呼ぶ。はい。で、なんて言ったっけね、名前は。誰がです。君の子だよ。ご冗談でしょ。私にはそんな色っぽい馴染みなんかございませんよ。君の娘さんだよ。あ、トキコですか。トキコ。うん、トキコさん。せがれのやつがしきりに言うんだが、その方がいいだろうね。大丈夫。私が申しますば、そのことでしたらば。よく言ったもんだよ、君。世の中は何事も持ちつ持たれつだよ。うん。君、若い子を呼ぼうか。あれですな、この子いい子がいる。
返しに来たんです。あなたに笑われに。笑われに。どうしたんです、そんな顔して。構わず話したらどうです。私の縁談なの。どう思いますって。相手は岡倉さんの息子さん。うん、意味ない金持ちよ。結構じゃありませんか。父さんも母さんもそう言ってるんです。あなたの気持ちも伺えと思います。あなたのような聡明な人が一心上のことを人に聞くなんておかしいですね。やっぱり笑われちゃった。船は平安丸、平安丸だね。あ、あさって積み込み。あ、よろしい。承知しました。あ、清さん。どうだった。今度の荷は全部検査が通りませんでした。ダメ。やっぱりな。どうしたんでしょう、一体。まあいい、ご苦労。あのね、東京の証拠ぐらいかけてね、社長さんが来てられるかどうか聞いてくれ。急いで、指揮を。分かったよ、東京消防クラブだよ。さあ、こんにちは。いや、いらっしゃい。横浜空気がいいですな。せいせいする。それがね、あんまりせいせいできんですよ。どうしてですか。今度の品は全部離れましたよ。山城さん。差し出がましいようですが、支店長の責任状申します。今度はひどいものを集めたようですな。と申しますと、僕の一存だとおっしゃるんですか。いや、もちろん人だってことでしょうし、長年キートを扱っていられるあんたがそばについていられながら。いや、僕としては会社の利益を考えてやったことですし、それに。はいはい。あ、社長さんですか。あ、教授でございます。はい。あ、報告なら僕で。いや、おります。ただいまね、検査の結果が分かったんですが、はい、外れました。あ、全部です。ええ、全部やられました。ん？はねられた？そんなバカなことってあるかい。それじゃあ、みすみす。50万円まるで不意にしたようなもんじゃないか。地球に原因を調べたまえ。山城もそっち行ったはずだから、あれともよく相談して。はい、承知しました。はい、さよなら。山城君は？お帰りになったらしいんです。そうか。店長。あ、私たちの人からこんなことを言うのは何ですけど。山城君のことかい。そうなんです。社長は山城さんを信用しすぎているんじゃありませんかね。あの人が兜上へ手を出している金だって、どっから出てるんだか分かったまじゃありませんからね。まあ君、個人関係やさいや。そうですか。あ、こちらにおいででしたか。
劇場の方へもう一度ご返事を願いたいと思うんでございます。さあそのことは考えさせてもらいたいと思うんだけど。ダメでしょう。少し僕の方にもしくじりがあってね、その前後策を講じなければならないような始末さ。しくじりと申しますと？ちょっと糸の叩き方で。ほう、それはまあそれとしておきまして、どうでしょう、いかがでしょう。そりゃうちのせがれもあなたのお宅のお世話にはなってることだし、まんざら他人のような気もしないんだから出したいとは思うんだけど。いえ、決してそんなつもりでお願いしたわけなんじゃないんでございますよ。しかしお宅の土屋さんもなかなかやり手ですわ。私としょっちゅうやり込められてばっかりおります。俺がそうですかね。ただ困ることには芸術一方で経済的には点で考えてくださらないことですよ。まあ客受けも入りますことなんでございます。どうも経費だわり投げ足でした。今度で3回目ですけども、それも思うように開けられないようなしませんでございます。じきにお返しができるんです。実はうちうちだから申し上げますが、例の山下電通施設の件。おお、もうやっておられるんですか。いや、取りますとも。ある財閥の講演でもって、もう成功は明日、明後日、まあ時間の問題でございますな。おお、誰です、講演者は。まだその名前を申し上げるわけにいかない。22。あなたにかかっちゃ頭まで、思うままですね。どうです、あなたも一口お呼びになった。いやその方は。いや、とりあえず劇場の方はよろしくお願いします。じゃあ道楽息子を持った税金として泣きますか。いや、どうもすみません。今の伝説の話をどうか秘密に願います。ずいぶんきれいに咲きましたでしょ。ああ、いいね。僕はこんなのが好きさ。こちらの方がきれいじゃございません。僕は誰にも見えない隅っこのことに酔ってる。こんな風なのが好きさ。そうですか。はい。さっきから呼んでるの聞こえなかったの。すいません。何してたの。はい。出かけようと思ってるのに困るじゃないの。薄茶の枝折りどこにあるの。お前知ってるだろ。はい、タンスの3番目にがございましたけど。3番目は今探したのよ。あらしないわんだから。お前どっか用忘れたんじゃないかい。しげるちゃん。え、何。ちょっと。なんだ姉さん。土屋さんとっても評判がいいわよ。うん。目下東洋劇場に上演中のグランドレビューシャンソンドラメールは新人渥美哲也氏の貴重第3回の演出になるものであるが、ここに彼は絢爛たる舞台を展開した。メカニックな構成、ことにスペクタクルな表現はまさに驚嘆に値するものである。おお、すごい師匠だね。でもよかったわね。それは姉さんは人一倍嬉しかろうさ。どうして。彼氏の弟だもん。嫌な人。あんただって菊屋が好きなんじゃないの。知ってるわよ、不良。そんなこと言うもんじゃないよ、売れ残り。まあ、失礼ね。よし、蹴らなくたっていいじゃないか。失礼よ。何してるんだい。失礼、まあ、してるんです。ちょっと蹴飛ばすんだもん。まだ支度してなかったの。とっくにできてると思ったのに。ダメね。今日はいつもと違うんですよ。おかくらさんからわざわざのまねぎじゃないの。いつもそれだから嫌になっちまう。でも行きたくないんですもん。なぜ。母さんの気持ちにもたまにはなってちょうだいよ。姉さん、お母さんの言うことも聞くもんですよ。お前はいいから行ってらっしゃい。何。時子、まあ一体どうするつもりなの。
あちら様は嫌なようなご催促なんですよ。何かあるんじゃないの？うん。じゃあ話が簡単じゃありませんか。お父さんまで手こずらすなんて、子供じゃないんだから少しは考えておくれね。そんなら母さんだって私のことも考えていただきたいと思うわ。何を考えるというんです？お前がいつまでグズグズしてるから、お父さんまだ岡倉さんに対して気まずい思いをしてるんですよ。父さんや母さんの問題じゃなくてよ、私の問題ですもの。少しぐらい考えさせていただきたいと思う。奥様、岡倉様からお催促のお電話でございます。あ、そう。ただいま出かけましたとこです。申し上げといてくれ。はい。さあ、早く支度しとくれ。ね。ただ行くだけよ。いいこと。行くからいいでしょ。熱心にやってくれるので非常に嬉しいよ。君もう少し大胆にやった方がいいね。お疲れ様。いや、ご苦労さん。あ、先生、今日私どうでした？まあいいだろう。贅沢言っちゃキリがないからね。君も廃校部の主任なんだから、もう少し自分のアイデアを入れた方がいいかもしれないね。そうですか。ねえ、お願いします。あ、誰か来たわ。誰か来たわ。誰か来たわよ。あ、ねえ、お願いします。サインしてくださいな。ねえ、お願いしますな。お願いします。違うんですね。サインしてください。お願いしますね。違うんですよ。なんだ、スターじゃないんだわ。須田君。ずいぶん降ってきたね。君、お腹空かない？うん。僕はペコペコなんだ。本当私もなの。じゃあ食べよう。あ、こっち行こう。ガツガツしてらっしゃるのね。この際じっとしてられるかい。罪は辛いわい。だってあんな大きなビートギターの後でまた枯れられてあげちゃったね。私とっくりくしちゃった。実は今になって苦しいんだ。私先生とても怖い方だと思ってたのよ。これでも怖いときは怖いんだぜ。あ、止めてちょうだい。どうしたの？母ちゃん、あつみ先生がわざわざ送ってくださったの。まあそう、ありがとうございました。先生は迎えに行くとこだったんだよ。そう。金がね、大噂を伺っておりました。これがいろいろとご厄介になりまして。はあの、すぐそこでございますから、ちょっとお茶でも召し上がっていらしてくださいまし。あ、またいずれ。あの、これと二人っきりですし、むさ苦しい住まいでございますけど、どうぞ。母さん、先生帰ってご迷惑よ。あ、そう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。ごめんください。先生のお住まいどちらなの？鶴金ですって。まあ、ずいぶん遠回りじゃないか。だって本当に大変だね、こんなに夜遅くまで働かせて。何言ってんのよ、母さん。
お父さんさえいたらね。およしなさいって言ったらまたお父さんのことなんか思い出してさ。あら、綺麗な星。見事にやられましたな。この調子じゃハンデがまた減りますな。いやどうも全くお見事です。どういたしまして。あ、今日売りって話があるんだけども。お話でしたらデュークホールの方でお願いしたいですが、いかがでしょう。デュークホール？あ、クラブハウスですか。山下さん、検証だけどもいろいろお願いしたいことがあって。お話を伺いませんことには君に頼まなきゃできないんだから。まあと申しますと。君のところの大将渥美さんね、あの人から少し金を引き出したいと思うんだが、なかなか肩をつけてくれないんだね。電鉄不設の件じゃないか。え、ちょっとね、地獄耳です。じゃあ話いいや、乗りましょう。しかし見込みはそれなんですね。上海から帰ってきた横浜の支店長はこいつなかなかの危険者ですね、うん、私もだいぶやりにくくなっておりますし、忌憚なく申し上げるならば渥美はもう下り坂なんですし、この際高ぎってしまった方がよろしいんじゃないですか。そうかな、そんなにいけないのかね。うちはを覗きますとね。あ、どれどれどれ。ありがとうございます。ほらほらほら、これは惜しいもんだね。この話にはせっかく岡倉さんが肩を入れてるんだからね。岡倉さん、大さん、そうなんだ。通常は考えることはありませんよ。岡倉さん一本やりくりさだったらいいじゃん。いや、ところがね、それには難しい条件があるんだよ。どんな？この野良倉マスクの清子ね、あれのうちの娘をもらいたがってるんだよ。清子さん、うん、なかなかうんと言わないんだ、時子のやつが。いやそうでしょう。どうして？お嬢さんは厚美の長男におぼし飯があるということなんで。え、ご存じないですか？うん、知らんねえ。山下さん、これはどうにかならんかね。どうなんでもありませんよ。じゃあ頼む、頼む。壊すことはわけない。その代わりです、私を岡倉台へ引きましてございませんか。お役に立ちますよ。いや、紹介はいつでもできるんですよね。私はですね、岡倉台へ食い込めば電鉄の塩ぐらいこそっと飛ばしてみたいな。しかるべく私には花を渡していただきまして。いいだろ。じゃあ、トシコのことは一切君にお任せするよ。うん、かしこまりました。ああ、こりゃこりゃ。
ね、あなたがこんなところに来るなんて。どうした風の吹き回し？いろいろと、うちにいてもつまんないから出てきちゃったの。そう、本当だな。ええ。何という目でお父さんを見るんだ。お前は修行中の身だぞ。しかもこの家の跡取りじゃないか。もっと責任を持ったらどうだ。本当ですよ。あろうことか菊家なんかと世間体を考えてもらわなくちゃね。私の社会的対面にもかかります。僕はちっとも悪いことなんかしてはしません。世間体だとか対面だとか、それはブルジュア的なエゴイズムです。何？菊家のどこが悪いんです。僕たちの間に人間としてどれだけの区別があるんです。ただ雇ってるか雇われてるかの、そういうだけじゃありませんか。二人は潔白なんだ。母さんたちの味方は汚いと思うんです。親に向かって何を言うの。まあまあいい。どうせ菊家を出すんだから。そんなバカなことがあるもんですか。菊家を出すなら僕もこの家を出してもらいます。出てどうするんだ。働きます。もう学校なんか行かなくてもいいだ。バカ、お前なんかに何ができる。中学を出たばかりの直美さんがな、勝手に渡れるほど世の中は甘くないんだぞ。さあ早くお父さんに謝んなさい。しげる、いやです。もうそんなこと聞きたくありません。しげる、しげる。菊家、本当に帰るのか。はい。もう何もおっしゃらないで。みんな、私が悪いんですか。悪いもんか。僕も行くよ。こんな家なんか行ってやるのか。そんなことおっしゃって、困ります。しげる。お前はまだわからないんですか。どうぞどうぞ。菊家、早く出ておいで。お前のために私たちまで迷惑します。さあ早く出てておくれ。母さん、そんなもの。まあお前はよろしい、お前はよろしい。何してる。おい、国から呼ばれましたもんでございますから。帰るの。いろいろとお世話様になりました。ねえ、しげるさんとのことじゃない。私に悪かったんでございます。そう、やけなんか起こしちゃダメよ。私がきっとうまくしてあげるから。ねえ、これ持ってらっしゃい。そんなにお金を。当分のお小遣い。すいません。お大事にね。お嬢様もお大事に。しげるさん、つらいのよくわかるわ。でも辛抱よ。きっとうまくしてあげるからね。辛抱するのよ。本日我々が参りましたのは、我が社の将来のためを思って申し上げに参ったのです。先の糸の帰りの失敗、続いては最近の社会的信用についてと、面白くないことが非常に多くなってまいりました。これは我々だけの急じゃないと思うんです。この際根本的に原因たる過去問たち、我々の会社を球体に覆されたと思いまするが。僭越ですが、社長にも責任があると思います。ことに無意味な出費の多いことです。我々の申したのは、山城氏のくだらぬ事業欲を糾弾したのです。そうです、山城氏です。山城はいかんのです。諸君のおっしゃることはよくわかりました。あるいは私も今までメガネ違いをしていたかもしれん。この際
山下元囲むは徹底的に除かなくなりません。そして我々に残されている郡山の製紙工場で最後の主力を尽くそうじゃありませんか。それが唯一の道です。往年の熱いの聞いともう一度世界の市場へ送ったそうじゃありませんかね。そうだ、今となってはあの工場だけがわしの唯一の資源となってしまったんだな。厚見の生糸は厚見の工場から出そうじゃありませんか。厚見の生糸は厚見の工場から、これが我々のモットーです。藤村さんですか。ああ、私山城です。ああただいま厚見の方へ事情を叩きつけてやりました。だいぶ驚いてたらしいですかね。そうそうです。ああ、これから大いにあなたのために働くつもりです。あ、いや、どうも恐れ入ります。今日はちょっと妙なことを頼まれてきまして。ああ、そうですか。じゃあ、僕の家どうぞ。お帰り遊ばせ。実はお話というのは藤村さんのお嬢さんのことなんですかな。お、時子さん。ご結婚をなさるんですかな。結婚じゃありませんか。ついては人格者のあなたのことですか。バンバンそんな心配はやらないと思うんですが。何ですか。やはりそのトイコさんとやりますとあなたに差し上げたその写真であるとか手紙を返してもらいたいというんですが。ああ、そんなことですか。これですか。あ、そうです。まあ、これ何、どういうわけ。多分あなたとのご交際を控えようとなさる考えじゃないんですかね。どうして。どうしてですか。そんなことってないわ。あなたから遠ざかりたいんでしょうな。あの悪いやつだ。そう。まああなたもあんな煮え切れない男は頼りになさらんことですな。あなたはかわいそうだ。お金ですか。まだ大変な話なんですよ。ついていかなかったんだ。どうしたんだろう。本当に吉川みたいな切り替わっちゃって。いいじゃないか、姉さん。いいじゃないの。母さんに分かっちゃうじゃないか。さあ、早く部屋行きなよ。靴脱いで。バカだな、姉さんは。女のくせに酒なんか飲んできて。どうせバカよ。ああ、やりきらないな。どうしたのさ。家を出ちまおうかな。およしよ、そんなやけ起こすの。姉さんらしくないじゃないか。幸男さんにすまないと思わないのかい。バカ、あんな人のことなんか知るもんか。幸男さんなんてどうだっていいじゃない。姉さん、真面目に物言えよ。真面目に言ってるわよ。お酒飲んでるね。ええ、飲んでるわよ。飲みたいんですもの。話してよ。お待ち、駄々をこねるのもいい加減になさい。お嫁に参る娘があまり慎みがなさすぎるじゃないか。
岡倉さん見つけたらどうするの。岡倉さん行きゃいいんでしょ。お嫁に行きゃさ、いつでも犠牲になってやるわよ。なんてことを言うんです。母さん、あっち行ってください。前からあっち行ってください。やつあるかい。よせよ。珍しいね。どう、勉強してる？ええ。まあ、かけた。僕、今日ご相談に上がったんです。学校のこと？そうじゃないです。姉さんのことなんです。え、どうしたの？姉さんの気持ち僕見ていられないんです。ね、姉さんをもらってくれませんか。ああ、そんな話親なんですか。そう、君みたいに端的に話されちゃうかな。人間のことはそう簡単にはいかんからね。僕の考えどんなに簡単かしら。そういうわけじゃないけど、考えてばかりいて何もしないのもいけないんじゃないかと思うんです。うん、それはそうだ。生きていくんやね。そんなら姉さんのことも考えてやってください。でも君の姉さんを幸せにできるような男じゃないからな。僕は若い女の人を人類学の本や標本と結婚させるのは気の毒だ。そんなことありません。ね、お願いなんですけど。あ、考えてみ。きっとお願いします。ね、ねえ君、いい揃いじゃないか。少し歩かない？正しい生き方ってどういうことなんだろう。さあ、それが分かればね。まあ、生まれてきた時そのままの気持ちが一番いいんじゃないかな。それはどういうことです？うん、自分に嘘をつかないということだろうね。そういえばこの頃、僕自身の周りはみんな嘘ばっかりのような気がするんです。うん、それは君の心が広く深くなってきた証拠だよ。大いにその嘘と喧嘩するんだ。兄さん、ありがとう。僕失敬します。もう帰るの？ええ、姉さんのことをお願いします。うん。
行こう。派手ね。せがまれてね、仕方なしに。あ、どうでした？つまんないから出てきちゃったの。あ、そう。じゃあどっかへお供しましょうか。そうね、どこでもいいわ。ぶっ飛ばしてみたい心境なの。行きましょう。スピードですね。そうでしょ。時子さん、寒くありません？え？飲みません？飲みましょうよ。さんとご一緒だからいいようなものの、それにしても遅すぎますね。うん、嫁入り前の娘ですからね。シゲルはどうした？あれもまだなんですよ。このほら二人とも本当にしょうがないしない。あ、帰ってまいりましたよ。しょうもないやつだ。おえばりでベルをしてやん。どうした？食卓でございます。食卓？あなた、あなた。なんだい？シゲルからですよ。そっちじゃない。うん、とんでもないことをしよった。家でなんて。弱っちゃった。深刻ね。
弟が家出しちゃったの。本当？じゃあ達也さんに話してもいい？うん。じゃあ行きましょう。しげるちゃんももうそんなことするようになったのね。私がよく遊びに行ってた時には空気銃を持って駆けずに回ってたもん。そりゃ大きくなるさ、人間だもん。結構やるのね。そんなのんきなこと言ってないでよ。そりゃそうだ。僕が手が食った時も兄貴のやつが腐ったもんな。どうしたもんかな。しげるちゃんだってもう子供じゃないんだから。ほっといた方がいいんじゃないかしら。でも私にしろ弟にしろ、うちを出てからの生活力を考えるとやっぱり不安になるんですもん。しかし行く先は分かったんでしょ。東北の牧場なの。いいじゃないの。広々した野原で空が青く澄んでいて日が当たって、人も取られてロマンティックになりすぎるよ。こんな汚い東京に。私もそうは思うんだけど。じゃあ何て言ったの。父さん感動だなんてカンカンに怒ってるのよ。クラシックね。あんたそんなにくよくしてないで、また私の仕事でも手伝ってらっしゃいよ。ありがとう。そうもしてられないけど。もう開幕だ。やっぱりあなた方に会ってよかった。あ、バヤバヤしてないで、ライトライト。いった。そうだね。あんたそんなにくよくよすることないわ。のぼるってもうち遊び来ないね。言い方もしたんじゃない。相変わらずの資質超過じゃやりきれないんだね。しかし随分考えてやってるつもりなんですけど、今度は何を聞くつもりとおっしゃるんですか。例えば小道具にしろ。君は一体何だ。あ、まだ正式の紹介はしなかったけどもね、今度は支配員になってもらったんです。君は早速ですがね、チェリーシスターの衣装の6500円、これを2割が、大道具の8350円、これを3割は節減できると思う。それから音楽部員、これは10人は不必要だ。何？あなただけの注文をいちいち通すということになると、他の演出方の統制も乱れる、こういうことになってる。長生きな、昨日今日こんなところに潜り込んできて何が分かるもん。しかし
かし、莫大な資本を下ろしている、いわゆる企業ですから。余計なこと言うな。向かいです。僕は読めないんです。いやいや、まあ、妥協してやってくれんが困るじゃないか。このようにこそ。そう生きるかっても大人げないじゃないですか。うるせえ。いや、どうも若いじゃん。出てるらしいね。あら、どうしたんでしょうね。向井ちゃん。おい、上がってきろ。おい、どうしたんだい。私もよしちゃったの。え、よしてどうすんの。どうにかなるわ、キト君が。しかし僕のために職業を棒に振るなんて愚かしいじゃないか。いいの、私どんな暮らし方だってできるの。小さい時からちゃんと世間との戦いを身につけてるんですもん。こんなことぐらい平気よ。それよりあなたが怒りたい時に怒ってくださるのを見る方がよっぽど嬉しいの。分かったよ、ありがとう。何、僕だって負けるもんか。私も負けないわ。よし、頑張ろう。54、56、東洋劇場の藤村さんがおいでになりました。うん、渡しとけ。61、劇場の方のごたごたもありましたし、また電鉄の件についてご融通をお願いました資本も各方面へ散らしました。もう一踏ん張りでもって成功するってことなんでございますが、いかがでございましょう。もう一度だけご都合を願うわけには参りませんでございましょうか。それは君に困るよ。劇場の方も担保に差し入れてありますし、そこんとこをどうぞ一つ。あのくらいの劇場を担保に入れたところで、これ以上僕から引き出そうとするのは君少し虫が良すぎやしないかね。はあ、考えてもみたまえ。とか君のうちと縁石関係になると思えばこそ、これまでバカな金も出してきたんだ。息子の方の話もあれでしまいになってしまったんだし、僕は何ら君に尽くすべき理由がないと思うんだ。娘のことにつきましては何とも申し訳もない人なんでございますが、まあそれはそれといたしまして。まあ、よしたまえ。僕は大体君に好意を持っておらんのだ。岡倉さん、もう一度だけ。いや、あっしは忙しい用事がある。いや、お待ちと。いや、どういたしまして。どれかね。それです。これか。杉村さん、お宅からお電話でございます。私か。はいはい、私。何？何だって？トシコが家出？トシコが家出したっていうのかい？どこだ。
頼りにしていた工場が焼けるなんて。お察しいたします。何とも申し上げようありませんです。いや、こうなった以上は藤村の方へ貸してある金を回収して立ち直るより他にしようがあるまい。どうだろう。姉さん。あ、姉さん。しげるちゃん、迎えに。うん、私も来ちゃったの。え、いらっしゃいまし。一緒。いいわね。またかと思ったけど。当分置いてもらえる。うちは構わないのよ。綺麗ね。うん、広いだろ。はあ、疲れちゃった。大変でございましたでしょ。あら、草の匂いがするわ。ここは人の匂いなんかしないんだ。甚だどうもお気の毒様だとは存じておりますんですけれども。何しろあの工場を続けていかないことには社員をはじめ従業員たちの死活問題に関わるようなわけで。なるほど、ごもっともさまです。あなたの劇場の方へ融通した資本を至急にお返しを願いたいと思うんだが。お察しはいたしますが、実は私の方もただいまのところほとんど困っておりまするような始末でございまして。いらっしゃいませ。ご主人は？は、ちょっとお待ちくださいませ。あ、山城さん。あ、いらっしゃいますか。ええ。あ、トキ君に何か間違いでも？それどころじゃないです。急いで会いたい。あ、安住さんが見えてますよ。安住、困ったな。かねがねお話申し上げました例の伝達の件さえ型がつきますれば、あ、すぐにでもご返済ができるんでございます。旦那様、奥様がちょっと、うん、ちょっと失礼させていただきます。あ、大変ですよ。え、買収にばらまいた金から足がついてきたんです。え、いよいよ検事局が動き出したらしいんですがね。そうか、困ったことになってね。あなた、どうしましょう。しばらく身を隠していただかないと。あとは私、何とかいたしますから。うん、ご安心ください。じゃあお前その方の支度をしてくれ。うちの方はしばらく頼むぞ。はい、頼みます。
いや、どうもお待たせいたしました。あ、どうも召し上がってくださいませ。ではありがとう。ただいまのお話、量産地中に金具なんとか肩をつけたいと存じます。そう願えれば、はい、身をもってきっと何とかいたします。どうかそうしてください。お互い様に実印を伺おうと言いながら儚かないもんですな。何かご用でございましょうか。ご主人は？ちょっとただいま留守なんでございますが。いつお帰りになります？ちょっとお調べしたいことなんだが。時間か。ずいぶん働きましたな。疲れませんか？何、これくらい何でもないですよ。目にもだいぶ慣れましたからね。さあ、行こう。ずいぶん暗くなったわね。いけない？いいわ。でも東京へ帰りたくない？そんなこと言うと怒るよ。さあ、行こう。寒いじゃないか。とても汗かいてるんですもん。拭いてあげるわ。ねえ姉さん、もう東京へ帰った方がいいんじゃないかな。心配してるぜ。構わないわ。もう東京の話するのよって。うん。もう言わないこと。さあ行きましょう。
何グズグズしてるんだ。早く飯食え。変な男がね、うろうろしておったのね。うん、どんな男？ほら、ちょっとこの辺じゃ見かけない立派な男だよ。しても買いに来たんだ。いや、日なんか早かってね、カバンを持ってさ、ステッキ。こんな具合にとっても早かないさ。とにかくまだ東京なんだな。何でしょう。鉄砲だ。今俺鉄砲撃ちに来るはずはねえんだな。おかしいな。おい金庫行ってみてごらん。はい、お父さん、お父さん、あ、お父さん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 、しっかり。シゲルだな。トヒコだな。お父さんはお前たちに負けたよ。トヒコ、すまなかったな。お前はユキオさんとこへ行くがいい。シゲル、お前は男だから泣きはしないな。人間はな、まっすぐに歩くのが一番強い道だよ。どうぞ。非常にしろ、明日死に方は社会的にも面白くございませんので、幹事を辞任するのが必要と存じまして、辞表を出した次第でございます。とにかく辞表だけは撤回してくださいませんでしょうか。藤村さんがいらっしゃいませんと寂しゅうございますもの。本当に我々強風会の前途をあんたんたらしめますわ。そんなでもございますまい。まあ生活の方は今まで通りやっていけるんでございますけど、世間様に対して遠慮いたしませんとなんですから、この際公職から一切退職したいと存じます。どうぞ皆様にそのよしを。まあ困りましたね。せっかくね。奥様、山城さんがおいでになりました。あ、そう。ちょっと失礼させていただきます。あ、いかがでございます。お客様ですか。やっと売り渡しがつきました。かがですか。恐れ入ります。藤村さんもよほどお困りのご様子じゃございませんの。そう、ちいと引き止めすんのも、かえってご迷惑かもしれませんわね。本当にそうですわね。ああ、なんだかんだって骨折れました。あ、まあ、たった5000円。たった
それだけの手取り金なら上出来だと思いますが。でも奥様、皆様おかえりでございます。あ、そう。どうも失礼いたしました。まあ、失礼いたしました。ごめんなさいって。皆様によろしくどうぞ。あ、ありがとうございます。もう家がたった5000円。そんなバカな。相変わらずお忙しそうですね。今までの行きがかりを片付けるのにちょっと。じゃあ山城さん、5000円はあんまりですわ。とんでもない。私が抵当権の肩代わりをしたからこそこれだけの現金が浮いたんですよ。もしこのままに放っておいたらですね、この家は債権者の手に渡っちまって一文も入りませんよ。お分かりですね。皆さんのご不幸を見かねてできるだけやったつもりなんです。そこのところを考えていただかないと。まあ、第一ですね、簡単にこんな大きな家を売ろうとするのには容易じゃありませんぞ。抵当にさえ入ってなかったら私たち一生食べられるだけあったのに。うちの人はどうしてもっと考えてくれなかったんでしょうね。それは実用化は仕方がありませんよ。運用すべき資金に困ると娘だって売る人がいますからね。売り渡し登記も済ませましたし、これが書類です。で、奥さん、ここの家を1週間以内にお支払いを願いたいのですが、買い手の方ともそう約束がしてございますので。1週間ですって？ここ支払うんですか？この家を出るんですか？そうです。そんなことはできません。世間体もあるんですし、もう少しなんとかいられないでしょうか。奥さん、このお金でここの家を人手に渡したんですよ。結局ご主人の遺産はこれだけなんですね。これだけで私たちは暮らしていかなくちゃならないなんて、そんなことはできません。デパートの払いでさえこのくらいはあるんですのよ。それは私に言われてもどう思う。それにこの小切手はあなたの名前になってるんですけど、なんとかならないもんでしょうか。え、私が儲けているとでも思いですか。いいえ、そうじゃないんですけれど、もう少しどうにかならないものかと思います。いやー、精一杯です。じゃあ奥さん。あ、山城さん、あ、待ってください。例えばですね、クシャク二軒って言いますか、そういう家にでも住む覚悟がおありになれば、それだけで結構やっていかれますよ。その心構えが肝心ですな。そんなことはできない。まあ、いずれご相談に上がりますからね。そう興奮なさらないね。あ、待ってください。ね、もう少しお考え待ってくださいな。また私に伺いますか。トキコ、私どうしたの。そんなに興奮して。これは興奮しないといられますか。私たちはこの家を出ていかなきゃならないんだ。それじゃお父さんの遺産とたったこれだけなんだもん。そう。お前はこれを一体どう思うの。これっぽかりのお金どうして暮らしていったらいいの。それで来たのね、あの山城さん。あの人ったら私たちに借金家のうちで暮らせって言うじゃないか。こんな思いをしたの私は生まれて初めて。あんなのに任しとくからいけないのよ。何してんだか分かれへんの。山下さんばかりが悪いんじゃありません。お前があの時に放火ください、お嫁にさえ言ってくれ、こんな惨めな生活にしやしなくたって。お父さんだって自殺もしたいで済んだ。みんなお前が悪い、みんなお前が悪いんだ。母さん、まだそんなことおっしゃるの。私が岡倉へ行ったら世間の人は母さんや父さんのことを何と言うと思って。
なんと言われた。小村氏だ。いいえ、娘を政略結婚の犠牲にした卑怯な親だと言いますわ。理屈ばかりして、私はお前のために困らなくちゃならない。じゃあ母さんは娘の意思を踏みにじってまでも自分の虚栄心を満足させたいというの？虚栄心じゃありません。私は生活の道を行ってるんです。だから生活の方は私が引き受けると言ってるじゃありませんか。現に今も就職口を探して帰ってきたんです。何ができるものか、お前なんかにわざわざの。いい、きっと探してみせますが。幸福なんていうものは大きな家や贅沢な飾りの中にあるものじゃないわ。私たちきっと幸せに暮らせてよ。しげるのようにあの牧場で好きな人と一緒に暮らしてるのが一番いいんだわ。そんな小説みたいなことよかも、もっと現実は差し迫っているんです。それは考え次第よ、心の持ち方よ。これから新しく生活の立て直しをしましょうよ。ねえ母さん。まるで夢みたいだ。そう、今までのことはみんな夢だと思えばいいんだわ。ねえ、これから覚めましょうよ。ねえ母さん。母さん。何？ああ。ローブですな。よほどの本をお売りになるのは惜しいもんですな。これでも1万円ぐらいにはなるでしょ。つまんないと思うな。せっかくこれだけ集めたのに。いいさ。僕が初めてできる親孝行はこれくらいのものだ。僕のもので間に合うといいんだけど。ああ、そう願えれば。ところが何にもないんでね。伊佐殿なんかの舞踏靴が2、30円でもなるかな。いやだ。いいんだよ、僕がこの本を手放したって日本の誰かが持ってるんだ。国家の損失にはなるまい。誰が持ってたってこれを活用できるのは兄さんだけだ。僕お父さんとこ行ってくる。いいんだよ。おい実はとにかくこれも財産目録の中に記入することにしてくれ。気持ちはわかるが、他に会社の生産は立たんのだ。職をなくした事業員たちのためも考えてやらなければならないし。そんなこと言ったって問題は別です。俺も考えているんだよ。哲也、そんなこと言うのはもうよせよ。だけど、兄さんの仕事は違うんだ。一個人や一会社の利益のためじゃない。我々人類のためじゃないか。そりゃ、金で学問は左右をすることはできない。幸男の研究材料だけは手をつけないでください。いや、お父さんの困ってるのがそれで償えるなら喜んで処分してもらってもいいんですよ。ダメだったろ。お前は黙ってろって言うんだよ。だってこの際黙っていられるかよ。別や、まあ、清瀬さん、は残してやってください。はい、これについては、私もできるだけ奔走しています。すいません、実際こんな時にもし僕が書斎の道でなかったらもう一踏ん張りできるんですけど。そんなことはないよ。兄さんは兄さんの立場でお父さんを助けてることになるんだ。ありがとう。自分は今はこんな惨めな有様になってしまったが、みんなのけなげな言葉を聞いてむしろ嬉しいくらいだよ。この機に私は事業界から手を引こうと思う。甘んじて廃材者の一人となるつもりだ。だが決して不幸せだとは考えてない。一番ヤクザなのは僕だよ。失業してんじゃ意味ないからな。ただいま岡倉男爵のお使いのお方がお見えになりました。岡倉男爵の辻谷様にご用件だそうで。僕に詳しいな。何だろう岡倉って。何です？一業界では大変に活躍されている方です。おお、それがまた何でしょうね。辻谷なんか何だろうな。今回私どもの主人が東洋劇場を経営いたすことになりまして、ぜひともまた様にお力添えをお願い申したいと存じまして。何でしょうか。何ですか。禁止とか何とか申しましたかございますが。芝居ですか、レビューですか。
さあ、私よく聞いてまいりませんが、店長どうぞよろしくお願い申します。おいくら？ありがとうございます。30銭いただきます。前田ありがとうございました。やってるね。ええ、相変わらず元気よ。今日は吉報があるんだ。どんないいこと？またレビューだ。え、東洋劇場が蓋を開けるんで僕を買いに来たんだ。まあよかったわね。もちろん来てくれたろ。もちろん OK よ。じゃあ私ここ寄せるように支配人に話してくるわね。待ってたね。またここで働けるのね。今度は頑張るぞ。お待たせしました。どうぞこちらへ。いや、いろいろありがとう。あ、岡倉です。あ、どうぞおかけください。いや、しばらく。何です、この男は。引き続き支配人をやってもらう山城さんです。そうですか。じゃあ失礼します。君、どうしたの？山城のやつまだいるんだ。え、また行こう。おとなしく雇われたらいいよ。ここはね、藤村より条件がいいんだからね。あら、あら、あら、下がれ。からに勝つのはあなたの演出家としての腕なのよ。その証拠に向こうから頭を下げて頼みにしたじゃないの。うんといい条件で働いてやりましょうよ。あれだけいじめてていいじゃないの。それにこれからだっていくらだっていじめてるじゃないの。いやだ。わからない、私の言うこと。資本家の武器は資本、芸術家の武器は芸術、どっちの武器が強いかね。戦いましょう、勝ちましょうね。よし、行こう。君、痛むかね。ああ。しかし君、何かぶん殴られるような悪いことをしたのかね。いや、ああ、気違いです。いずれにしても、こんな仕事で芸術家と衝突をするようじゃ困るな。君、やめてくれたまえ。わしは自分の仕事にははっきりしておる。今、男爵に見放されました。しろしろ。わしは君を見損ねていたんだ。大丈夫。うるさい、勝手に行け。大丈夫。忙しかったんじゃないのかい。いや、いいんだよ。どうせ劇場はまだ蓋開いてないんだし。あ、兄さんの話ってのは？うん、突然で僕も困ってるんだな。人類学研究会から推薦されて、蒙古からチベットの追いかけて調査に行けと言われたんだ。あ、そりゃいいじゃないか。すごいな。お前がそう言ってくれるのはありがたいけど、うちの状態やお父さんの年を考えるとな。行けばどうせ2、3年はかかるだろうし。そんなこと言ってると永久にいい機会を逃がしちゃうよ。頼りないと思うけど、お父さんのことは僕が引き受ける。ね、行くと決めちゃえよ。そうだな。でもお父さんがな。いいったら行ってまえよ。お父さんのことは大丈夫だ。それよりトイコさんのことをどうするつもりなんだい。どうするつもりって？ちっ、しょうがねえな。あの人、兄さんのこととってもあれなんだよ。死んじゃうよ、あの人。いや、そりゃ。もともとは、あの誤解だって山城のやつの作法だし。まあ、それは分かったけど。ねえ、結婚したいよ。そう簡単に言うなよ。どうせ蒙古君大まで連れて行けるもんじゃないし。あの人だって3年も経てば、他に幸福の道も見つけるだろう。ああ、しょうがない、兄さんだな。だって兄さん、嫌いなわけじゃないんだろ。
嫌いじゃない。じれったいな、腹が立つよ。まあ、そんなこと言うのはよせよ。もうあんな時間。どう、兵士について。そりゃあんたのためだから、見つかろうといや職は探してあげるけど。でも幸男さんと結婚しなさいよ。生活の方便に結婚なんかしたくないわ。言うことだから一人前ね。好きなくせに。まあ一生涯の助手、理想的よ。それにあんたは語学も得意だし、幸男さんだってとても喜ぶわ。そうかしら。ね、そうなさいよ。お母様だって信用さんの方引き取られって言ってるんだし、何も心配することないじゃない。でもね、私が言ったって結局幸男さんの迷惑になるに決まってるんですもん。また言う。大丈夫だったわ。じゃあそう決めたっと。ね、いいでしょ。ね、そうなさいよ。Thank you.
衰えて。乱暴だな。一緒について行きたいの。ついて行きますわ。